特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。仮面ライダー牙のヒロイン決定戦。どうもゆうちゃまです。まあタイトルにも書いてる通り、仮面ライダー牙にはヒロインが多数登場する。牙のヒロインって一体誰なのか。まあ今回はそんな雑談トークをできたらなと思います。なんでまあゆるく聞いてもらえると。まあ僕一意見の感想なので、皆さんの中で違ってても全然いいと思います。それではやっていきますね。まあ公式とかでよく見られるのが、麻生めぐみ、麻生ゆりという過去と現代のそれぞれのヒロインって感じなんですけど、まあ正直まあ僕もそれでいいと思ってるんですけど、まあそれだと今回の雑談トーク終わっちゃうので、まあ他にもヒロインいるのでちょっと候補を挙げていきましょうか。まずは野村静香ちゃん。紅渡るの保護者としていてる存在だと思うんですけど、渡るといてる時間とかを考えたら、まあ、静香ちゃんがヒロインでもいいのかなと思うんですよね。うん、結構序盤とか一緒にいてましたしね。うん、ヒロインの定義をどこにするかっていうところなんですけど、主人公の近くにいるキャラがヒロインだとしたら、まあ、静香ちゃんは外せないですよね。そして続いて過去クイーンのマヤ、現代クイーンのミオ、この二人、ストーリーの中盤から出てくるお二人なんですけど、この二人が出てから内容がさらに面白くなっていきましたよね。仮面ライダー作品って、そこまで恋愛をこう、テーマに重きを置いた作品って、あまりなかった印象なんですけど、まあ、過去編では音や、現代編では渡る、二人ともそれぞれがクイーンに恋に落ちるっていうのは、見てる視聴者としては、まあ、ちょっと斬新で釘付けになりましたね。うん。まあ、もともとその2つの世界をこう同時に描くっていうのが仮面ライダー作品ではなかったですからね。うん。なので、まあ、クイーン2人とも全編出てたわけではないんですけど、まあ、牙の主人公が、まあ、ダブル主人公とは言いつつ、まあ、紅渡るなので、まあ、個人的には、ミオさんのヒロイン説を推していきたいですね。エンペラーフォームに変身した時も、ミオさんのこともありましたし、物語を盛り上げてくれたキャラクターでしたしね。さて、役者陣は揃いましたが、牙のヒロインは誰になるのでしょうか。でもね、ここで決めちゃうと賛否両論になるので、ここに挙げてない人にして終わりましょうか。で発表します。名護圭介、渡るくんと共にパンガイアとして戦ってくれましたしね。一番ヒロインしてたんじゃないでしょうか。っていうオチでいいでしょうか。真剣な意見言わせてもらうと、まあ、麻生親子が広いんで僕はいいと思いますよ。バイバイ。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。